さてでも今回の戦闘はどうなることか。お意気込んでしまっているね。冷静さがまるで感じられない。またね、押ししに来たぞこのジュリア博士。その息はよしと言いたいところではあるが、あ、この辺は聞いたね。決して殺してはくれるなよ。分かってますって。クロエがいくらあがいたところで関係ないけど。分かってますって。消去されて。分かってますって。分かってますって。分かって、わ、分かってますって。ですが今回ばかりは、司令塔からいぶおそらく。これ一緒ですね。さあクロエ、じゃあ静かですね。私の猟犬なんだから、獲物をプレゼントしてくれたまえ。それとも、ヤマトを一人で行かせる、その上、めっ。これは一緒かな、セリフ。なんか違うかもしれんみたいな感じで、若干ゆっくり進めるような、飛ばしちゃうような感じでやってますが、一緒っぽいわ。今回のメテオラは確かに2年前とほぼ同質のもの。はい。ではあるとは思われるんだけども、実はほんの少しだけ違いがある。はい。ウェーブの波形に人間の声のようなのが混じり込んでいる。何か歌のような。これって言ったっけ。ああ悪い癖ですね。1周目の内容全くちょっとさ再確認してないからさ、1周目とこのセリフ一緒やったっけみたいな、そういうデジャブなのかどうなのかわからんような感覚を感じてますよ今。今ポンポン進めよったけどさ、1周目になかったセリフあったかな。彼女は歌と称していた。メテオラは私たちに歌を歌っている。あれこのセリフはなかったね。データはこんなところに出てこなかったぞ。データのセリフは。私はクロエ。クロエ、筋書きはこうです。あ、このセリフは聞いた。ティアの出撃直後に発射権限を剥奪。パイロットクッソメオのノアの提案が来たけど、ジュリー博士は捕らえたメテオラを間違いなく地下でメテオ。今クロエ、この辺は聞いとるな全部。どんなお前でもな、覚悟を聞く。覚悟の話。よっしゃ。私がですがクロエ、あなたが射撃を行った場合、ごまかす必要。このごまかすの話も聞いた。一周目でよいしょ。そうしない。前も私、そろそろロボット乗り込むところだったかな。乗り込むところです。よっしゃ。今回もあれ読み取るんかなって、ちょっと気になるところやけど、どういう展開になるかな。まあ何せよ起動したらわかるさ。どい。はあ、さて今回はどんな展開になるかね。俺はどうすればいいんだろう。多分読み取ればいいんだろうな、一周目の時みたいに。どうやよったっけ。ナルトマキア、ナルトマキア、通信が途切れたようだけど大丈夫か。通信システムのエラーです。すべて修復を完了。問題ありません。そうか、了解。マキアとの接続を開始する。ミカニリンク起動。異常なし。両腕をミカニリンクに通してくれ。接続を確認。続いて頭部接続開始。手順だけど、通信エラーを検知。はあ、接続を切ります。おいノア、何ふざけたこと言ってんだ。見ての神アルテミス、我ら弓のクリティにカフン、アークノアがあなたに歌を捧げます。ああここまずはそのソーンウェーブが来るけん、それをヤマトが切りかかる。ミラージェネレーター起動。ミラージェネレーターは別にいつも通りでいいやつ。あ、この辺は別に普通にやりよっていいでしょう。ソーンウェーブを変換。あ、ここやな。これでいいんか。ここでも読み取れるんじゃ、やっぱ。何を読み取った？あのメテオラを逃すつもりですか？ああ、何を読み取ったかまでは教えてくれんな。てか、分かっとんかな、何を読み取ったんか。
とりあえずまあフラグは立てたって感じかな。そうだと思う。あ、今回もあれやな。あえてさ、パーセンテージずれたところで止めたろうは。くらえ、 80% でボタン押したった。あれ、押せんかった。ボタン押さずにそのまま置いとってみたろ。どっか行った。あー、そうか、どっか行ったで、こういうことか。あれか、またか、またこんな感じになったんか。 1回目の戦闘みたいな感じで、あれ読み立ったけんか、上になんか変なもん出てきたみたいな感じか。で、攻撃を打ち込んだわけでもないのにこの形になったんじゃ。相手メテオラ剣隊、ネイルキャノンを再起動する。で、何事もなかったかのようにまた戦うんか。アルトマキアは無力です。なるほど。ソーンを加速、来るぞ。なんかこれで読み取ったらさ、なんかレールキャノンが変な投稿に飛ぶようになるとんやな。毎度毎度。まあ何せよフラブは立てたってわけで。敵のエネルギーまだ尽きていない。ねえ、まあこれ前と一周目と同じような感じで戦いが続くお感じかな。これはちょっとカットかな。レールキャノン再起動完了。よし、クロエ準備を。レールキャノン充電開始。今回はレールキャノンもなんかあらぬ方向に行くんかな。適当なところで止めちゃうと思ったったらまた止まらんから、これはまた変なところ行こうとしてるな。これ変なところ行こうとしてるな。これまたまた上飛んじゃったよ。めっちゃ上打っちゃってるよ。何なのあれ、何がリスク高いかわからん。どうなる？あ、でもあれか。また変わるのか。また中身がコウコイにコウコの姿出てくるかな。続けると予測します。警告、離脱してください。アルトマキア、そこを離れろ。あとは俺が何とかする。逃げろクロエ。あれ、コウコ出てこんかった。ああ、でも、あ、いや、地上に落ちてから出てくんか。あ、これで一周目と一緒か。地上に落ちてきます。で、割れてから効果出てくるんだったっけ。そうやな。できた。この辺は展開一緒やな。なんで、なんでは、まあなんで。取り乱してはいけ、確かに。ですね、この辺は一緒かな。今は着目視からの水 30%。 30%。 私はあれを撃つべきだ。高校の仇なのだから。おっと、あくまで倒そうっていう話になっていく。形だけ。でも、もしも。でもこんなセリフなかったな。もしも、あの中に高校がいたら。高校がおることをちょっと想定してしまう。落ち着いてください、クロン。メテオラの中に人がいるわけがありません。それに中にコウコがいるなら、なおさら殺してあげるべきでしょう。殺す、残酷。今なんて、お前だってコウコ由来の悪のはずだろ。オリジナルのコウコには敬意を抱いています。ですがコウコは過去の人、すでに死んでいる。今そこに生きている人々と巨大な死人のまがいもの、どちらか一つを壊せというのなら、迷いもなく後者を選び取ります。そんなことが言えるから、そんな、だからお前は、あなたの友は怪物になり果てて、でも生きながらいたいと思うような人だったのですか。
本物と偽物はどっちなんだという話だ。クロエ、ああ、私の心臓を撃ち抜いて。このシーンだったんか、心臓を撃ち抜いてって。こんな感じだったんじゃな。拳銃持ってるわ。撃つべきなのか。チャージはもう完了しています。さあ撃ち抜いてください。俺が撃ち抜くか撃ち抜かなか決めていいん。私はたとえ偽物だろうと、効果の形を破壊するなんてためらった。もういい、あなたには失望しました。あ、この失望しましたわ。一瞬で聞いたか。あなたの手で破壊するのです。ソードで切りかかれば今なら。やっとジュリア博士が止めに入ります。強制停止信号。この辺の展開は一緒だったか。研究対象が王者になるとこだった。命令違反に意図的な通信途絶。よくやるね二人とも。この辺は一緒か。バレてしまう。うおーって。クロエ、ジュリー博士、いくら字が私のというわけで二人とも、と言いたいと、君らにあのメテオラの形は調べ方にも、でも構図が、高校の最後の時間も共にあれ祈り。これは夢。あれ、ちょっと3人おるよ。候補3人おるよ。自然物だろうと人工物だろうとびっくりした。大切なのはそこに込められた思いの海よ。そうなんですか。ボニーの調子が悪いのか。いつも買いそうなんこれ。仕方ない、技術部に修理してもらうか。その間使うサブデバイスも送ってもらおう。なんかそういうイヤホンっていうか、そういうインカム的なんがあるんか。転送用アルゴスを呼ぼう。あ、なんか来た。便利な世界。これで運んでもらおうっていうか、転送用、転送とかできるからな。同 ID のプロテクトケースも変装してください。ケースごと返せて。プロテクトケース、確かリビングのどこかに。めんどくぜ。いや、必要なもんだけ送ればええやん。ケースもいるん。ケース探さなあかんのか。ここかな。あった、これか。見つけた。わ、結構指輪とか履いてそうな感じのやつな。これ、これはコウコの。わ、結婚指輪か。コウコちゃんの結婚指輪か。誰に送るんだよ。この子も誰にもらったんだ。それからこっちのイチゴも。この子は少し葉の数が少ないわ。もうか、誰と結婚するん。結婚指輪なんかあって誰と結婚するん。でも不要度も希少なリソースだから、使いすぎるとお父様が。どうしたのクロエ、私の顔をじっと見て。誰と結婚するん。結婚指輪とかあって。コウコ様はまるで目が見えているかのようです。行動に迷いがありません。周囲の状況も細かく把握しています。よく聞いてくれました。それはこの子のおかげなの。なんかあるんじゃ、目が見えなりに周りを把握するコード。私のサウンドデバイス、ポニーにはエスコートモードがついているのよ。え、ああ、さっきのなんか四角い小さいやつ。私に周囲のことを教えてくれる。どこに何があり、どんな状態なのか。おかげで不自由なく生活できるの。
ああ、あれ、そういう周りの状況を音でなんか確認するような感じのやつなんじゃ。目が見えんでもそれでどうにか周りの状況を把握できるんじゃ。そんなすごい機械だったんじゃ、あれ。その機械のと話てしもたいいから、や、考古こう様いうは階層を思科い出学したみ的たいなな感もじのなんはじゃ。嫌いなのだと思っていました。自然の方が好きなのかと。確かに花や草木の方が愛着は湧きやすいけど、テクノロジーを遠ざけているわけではないわ。自然物だろうと人工物だろうと、大切なのはそこに込められた思いの海よ。思いの有無か。これあれやな、さっきのノアとの話にもあったな。ちょっとつながってくるんやな。作られた人工悪ノアでも、自然に生まれた考古でも、思いの有無によって大切なものっていうのは変わってくると。ポニーや、それから私の今座っている車椅子には、開発者の方々の優しい思いを感じるの。私の体の障害が生きる上での障害にならないように。だから嫌えるはずないわ。そっか、思い入れね。車椅子は毎日自分の手で磨いているし、ポニーは毎晩ハートのケースに入れているのよ。開発者の思い。わあ、それ言うたらこのゲームやって開発者の思いがたくさん詰まっとるんよ。だとしたら、たくさんの人それがは手が加わって、たくさんの人の思いが込められて、果てはファンの思いを背負ってこのゲームは誕生したんや。俺にもヒわかオン博る。士はどのような意図のもとにクロエを開発したのでしょうか。そうか、クロエやってかや、人が作った人工物やけんな、言ってしまえば。あなたのことを。はい、このところ自分の存在する意味をよく考えるようになりました。デザインドの私はいずれマキアに乗り、メテオラと戦うことになります。戦うこと、それが自分の役目であることは分かっています。しかし他に何か意義はないものか。私をデザインしたのはジュリー博士です。ですが製造された当の私ですら、あの方の考えは読めません。いや、誰もわからんと思うよ。読めたところでさ、理解もできんと思うけ言ど。語での意思疎通を試みるのは困難です。ははは、そんなことで言われてんのか。何言ってんだ、あのばあさんみたいそれに私は博士と私的な会話をできる立場にありません。ジュリー博士は何を考えて私を。あの人はよくわからない。な。ははは。控えめに言って日頃の言動は異常とも言えるけど、そうですね。異常ですよね、あの人。でもそれだけじゃないのよね。なんだ、何を感じ取ってんだ、高校、お前は、あの人に。時折あの冷たい機械の体から発する声に炎のような熱を感じることがある。どういうことだよ。もうとても長い間あの体で生きてきたあの人が一体何を見てるか想像もつかないわ。考古様ですら不明なら、私にジュリー博士を理解するのは不可能です。残念だった。ジュリー博士を理解できれば、理解できる人いるのかい？自分の意義を見出せるかもしれないと思っていたのに。いいえ、クロエ。ジュリー博士を理解するのは無理だとしても、 無理だとしてもって言っちゃったから。クロエが生きる意義を得ることの足かせとはならないわ。前にも言ったはずでしょ。クロエは物ではなく人なのだから、誰かの意図した通りに育つ必要なんてない。意義も意味も思いも夢も自分自身で見つけていいの。そうだ、有名な言葉があるじゃないですか。我思うゆえに我ありってね。自分がどう思って自分がどう行動するかなんだよ。偶然目の前に運命ってものがあるかもしれんけどさ、その運命通りに自分が生きるかどうかっていうものを自分で決めれればいいんだ。どうすれば最見終つ的けにはられま決す断か。なんだ、このゲームも人生もな。見つけるのではなく見つかるの。クロエが豊かになるたびに周りに人は増えていき、その人たちがクロエに大切な思いのかけらをくれるから、あとはそれを大事に育むだけでいい。私もそんなクロエを見ていたい。願わくば隣でずっと。
なのにメテオラに加えてしまった。コウコ様、隣が無理なら星になり、空からクロエを見ていたい。永遠にね。だからお前メテオラに壊れましたみたいな感じの言うことを言うような気がするんやけど、違うよね。だから空から見てるよクロエみたいな感じのことを言ってるの。なんでこれ。なんだこれ。コウコ、私はどうしたら、何をしたらいい。何の世界観でしょうねこれは。私は未だにコウコの言っていたことがよくわからない。アリアドネシステムか。アリアドネの世界観がもう。ああとか言うたらさ、アリアドネの本ある。おい、ジュリア博士。お待ちかねのピクニックの時間だよ。今すぐおいで、さあ早く。ピクニック、ピクニック、ピクニック、ピクニック。めっちゃテンション上がったのや。おやつは300円までです。何かを。あ、ほんまにピクニックでした。あ、ジュリア博士と3人で来てるわ。あ、こういう展開になるのね。肉眼で目の当たりにすると迫力満点の大きさだね。スケールが狂っているよ。ノアがアンテナこのビリビリってなってる感じなんじゃ。お、データが知れ。博士、人型メテオラについて何かしらの事実が判明したら逐一報告を。分かってる。心よく情報を共有しようじゃないか。その代わり分かっているね。ええ、博士が地上に出ていることは評議のおれきれきに決して伝わることはない。そうしてください。しかし評議もバカな奴らだ。青2歳の分際で私に待機を命じるなんて。ああ、一周目では最終的にデータとジュリーは決別したような感じだったんやけど、ちょっと表面上の協力がここではなされとるって感じになってきてるかな。こんなものを目の前に我慢なんてできるわけないじゃないか。博士も安全には十分にご配慮ください。あなたの頭脳を失うことは人類にとって取り返しのつかない喪失となる。いや、一周目で潰したあんただけどな。仕方ないとはいえね。心配だ。このジュリー心配だ。博士がそんなヘマをすると思うかい。以前地上に出た際に両手足を失った博士の頭部を回収。頭部の状態から蘇ったんだよこれ。割とデータ命の恩人感あるな。ああ、あったね、そんなこと。ジュリア博士、頭だけの状態でも何度か生き延びれるんか。だが今の私はあんな生体ボディとは違う。我が肉体は今や究極の高みに達した。この肉体のさらに先へたどり着く。あ、これ話長いわ。ってデータがさりげなく通信聞いたからな。それじゃあ早速調査に向かおうか。よっしゃ。その前に、なんだい、腹ごしらえか。カップ麺でも食うか今から。造反者のお二人さん、今日は首相の態度じゃないか。君たちは重大な軍機反射なんだ。処刑間近の身であることを忘れないようにね。はーい。ふん、偉そうに。自分だって待機命令を破っているだろう。はあ、そんな態度でいいのかな。わ、私はなすべきことをしたまでだ。いいかいのは、次はない。あれの調査に全力を尽くしてみせろ。さて、その調査やけど、どんな感じのことになるのか。人型メテオラは完全な沈黙中だ。直ちに人の脅威となることはないと推察される。うん、町に危険を及ぼさない範囲なら調査に協力してやらないこともない。あいつから得た情報が今後のメテオラとの戦闘で生きる可能性もある。だがジュリー、希少であろうとあれはメテオラだぞ。調査が済んだら殺すんだろうな。ま、生態調査が済めば次のフェーズは殺してバラすのが自然ではあるね。どこ行くん？
そういうことならさっさとあいつを調べ尽くすぞ。はいはい、情報の収集と行こう。ノアちゃんが手伝ってやる。まあ頼んだ。空から撮った画像を私にも見せてくれ。ああ任せろクロエ。すでに全身を隅々まで撮影の上再現済みだ。助かる。こんな感じなんじゃ。あ、これさ、角度見て365度かいけませんかね。365度か。いろんな角度でこの高校見たいっす。いいんすか、見ていいんすか。先日の戦闘で大きく損傷したようだ。卵の殻のようにも見える。うん、これはいいか。爪の形まで似てるのか。そんなところが形覚えてんの、それ。逆にクロエ、爪の先まで、爪の形まで似てるのかって、お前そんなところまで把握できてるのクロエ。人の友人の爪の形こんなんだったなみたいなまで覚えとるやつおるか。手と手が触れ合うと温かいでしょ。これがリアルの価値というものよ。うん、いやだからってさ、爪のさ形まで把握しとるかね。どんな感じやねん。顔、コークは盲目だったが、こいつの目はどうだろう。引き継いどんかな、そんなところ。特殊個体は航空から一切の音を発していない。しかし口の周囲で気流の渦は確認されている。呼吸しようってことか。おそらく呼吸している。生きていると言えるだろうな。ほうほう、いわゆる冬眠的なところなんだろうかな。心臓はあるのだろうか。うわ、おっぱい。鼓動しているのだろうか。俺はそんなつもりなかった。とりあえずカーソルが合わせた剣さ、こうちょっと選択してみたけど、普通におっぱい出してきた。乳首がないからとりあえず、まあ R18 なんだなんと思うけど、バケモンやし、バケモンっていうか、まあバケモンやし、うん大丈夫、バンにはならんから大丈夫だと思うわ。せいぜいみんなも眺めとっけ。そのバケモノとはいえおっぱいだぞ。クロエの胸も私の胸も同じように鼓動しているの。アルゴスからあらゆる波を射出してみたが、あいつの内部構造は解析不能だ。はあ、心臓をはじめ内臓が存在するか否かは判断できない。けど生きとんだろ。だったら何かしらあるだろうに。しかし肩がかすかに上下しているところから推察するに、心臓とそれに付随する組織はありそうだ。似てる、どこ見ても。確かに形はコウコの姿とよく似ている。しかしクロエ、外見が近いからといって中身まで同じとは限らない。くどいようだが、あらゆる可能性を検討していく必要がある。もしもあいつの中身がメテオラのままだとしたら、外見だけをコウコに寄せた意図とは何だ。そうやな、コウコがメテオラになったんじゃなくて、メテオラがコウコになったって可能性があるもんな。これわかるわけない。私の見解を聞きたいかクロエ。まあ聞かせてもらおうか。ああ、聞かせてくれ。私はな、あいつの存在自体がメテオラによる精神攻撃なのではないかと睨んでる。ほう、人間の方を動揺させようとしてるのか。あれで精神攻撃。ああ、そうだ、現に希少なマキアパイロットであるクロエはあいつの形に混乱し撃破することができなかった。私たちバディに連敗を重ねたメテオラどもは起死回生を期してカラメテを繰り出して、うん、パイロットの精神や記憶を刺激することで、いや今はやめておく。だとしたらさ、メテオラの方がこっちのことを研究してきとることになるからな。そこまでしてくるかって話になるけどね。さらなる可能性をこの段階で提示してもお前の混乱を増すだけだな。まあ断定できんだけにさ、話したところへ何だっていう話になるからね。私も少し冷静さを欠いているらしい。頭を冷やしておくとしよう。そうだな、かき氷300杯ぐらい食え。あくまでも感情はフラットに。今のミッションは調査だ。検討は後回しとする。
何の音？何か。なんか変な音聞こえてきたけど。今何か聞こえたか？ん？いや。まあいい。多分フォニーの不具合だろう。まあなんかフォニーの話してさ、このフォニーの不具合だろうみたいな感じ。何か感じ取ってるな、フォニー。それより、そうか。もう少しあいつに近づいてみよう。遠目からじゃ現実感がなさすぎるからな。あまり近づきすぎるなよ。あいつが動き出したらお前なんてぺしゃんこだ。なんかイオンかな、もしかして。こいつがなんか音発したかな、呼んどんかな、クロエのこと。あのメテオラの姿が鮮明になればなるほど記憶がうずく。お前となんか出会いたく。なんかかけらが落ちてますね。急に止まってどうした、クロエ。顔が真っ青だぞ。いや、なんでもな、なんだ、あれは。気づいた？石のかけら？それにしては妙だ。まるで内側から光を放つような。なんかあるんかい？こういう時は私に任せろ、クロエ。あらゆるログから禁止のものを検索。お、クロエ、それはお前が思っている以上の大発見だぞ。どうした？もしもジュリーのやつに見つかったらどんな反応を示すか。発狂しまくってるかな、暴れ回るかな。こら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 、なんだいそれは。いきなり目つけられた。もう言ってるそばからってやつだよ、お前。来たぞ、うるさいのが。私抜きに素敵なおもちゃを共有するとはずるいじゃないか、二人とも。さあ、そこをどったまえ。何あれ。これはこれは ZMC か、 ZMC なのか。これを元に新しいミニオン開発するんか、大神。これだけあれば十分だみたいな。土屋の天心の研究していたものはこれか。そうだ。どうした？ポクポクポクって、なんか一休さんみたいにポクポクやりようぞ、お前。チーンが。間違いない。なんだい？これは、人型メテオラが球体状態だった時の破片だ！画期的な大発見だよ、これは。どう大発見なんかよくわからんけど、やったな、ジュリー博士。本体から剥離しても断絶しても断片が消えないな。あ、そうか、断片が消えてないところですごいんか。いや、少しずつ消えてはいるか。まあ、この程度の消滅速度なら保存は効く。おう、研究できるじゃん。ああ、なるほど、根付いたわけかい、ここに。人を食べたからかな。不謹慎極まりないこと言うな。動けないのは単に巨大さゆえに骨格が重力に耐えきれないから。アホなやつめ、重力に干渉されにくいメテオラの特権を捨ててまでなぜ人型になる。単なる仮説だが、もしそうなら他の特権も消えていると考えるのが妥当か。というと？最大にして最強の特権である時系列の錯綜がこいつにはな。時系列ってなんかよくわからんけど。データ博士。博士。データ博士って言っちゃった。ジュリー博士と混ざったわ。おうだ、間が悪いぞ。なんか結構ジュリー博士が結構重要なことをしゃらろうとしてるところに入ってきたぞ、お前。報告があります。なんだ。評議員が決を取り、人型メテオラの処遇を決定しました。これって一周目の時は地下に運び出して研究進めるみたいな話だったっけ。あ、処分か。撃滅処分せ、それが我々へのお達しです。あれ、待てよ。あ、処分なんじゃ。はあ、ああと不服そうな顔しています、あからさまに。競技には安全を志向する保守派が多い、自然な流れとも言える。そうか。壊すのか。もしもジュリー博士が命令に応じなかった場合、デザインドクロエとアレスマキアは接収すると。のアホの考えることはみんな同じだね。目先の安全ばかりにとらわれる愚か者たちだ。
大体クロエもマキアも製造者は私だバカめ。この私の脳を怪我して君は楽しいかい？ベイタ、楽しいなら君も同罪だ。いいかい？あの人型メテオラの価値がその足りないおつもで少しでもわかるなら、今すぐ評議の連中を黙らせて。抑え込んでおきました。人型メテオラの撃滅処分に強く反対する二人の評議のご尽力により、処分を求める評議たちの意見をねじ伏せることに成功しました。ねじ伏せだ。あ、ねじ伏せてくれとんじゃ。てか二人、なんか二人ってところなんか俺引っかかるというか、まさかなーってところがあるんですけどね。二人ってところが俺はあるんですよね。議会で二人だろ、あるんですよね俺。ふーん、評議会の二人、心地いい椅子の上でボケたアホどもの中にも随分と物分かりのいい奴らがいるじゃないか。心当たりがあります。その二人に心当たりがあります。俺は、ええ、決して博士の邪魔はさせません。たとえ相手が最高権力であろうと。博士、あなたは存分に探求を。君もなかなか使えるじゃないか。よっしゃ。しかし妙だね。なんだい？いつもは口うるさいくせに今回はあまりにも友好的すぎるんじゃない？デイタ。まあデイタも生かしたい方向に持っていきたいタイプの人間やけんな。こういうのも知ってくれとんだろう。本当に人型メテオラについて知りたいだけ？何か他に目的でもあるんじゃないのかい？愚問です博士。目的など一つに決まっている。人類に真の自由をもたらす。人はそろそろ穴蔵から巣立つべきだとは思いませんか？これをきっかけに、このメドラの情報をきっかけに地上に出れる方法を模索しようというので。パズルは完成に向かっている。あとは最後のピースを当てはめるだけさ。さて、データ閣下のご尽力に感謝して私は研究を続けるか。頼みます。クロエとじゃれていないで、心にある破片をアルゴスで運ぶんだ。ふん、まったくアーク使いの荒いやつだな。頑張ってー。